またもう一つ向こうも古墳あるんだけど、あれ見てきました、あれは見えます言うて、うん、こっちは中、あれはここの人に言うたら鍵開けてくれて中に見えます。あ、それも一緒の方のお持ち物なんですか、うん、向こうも、うん、おー、ここの人はほとんどの地主やもん、これも全部そうやもん、これも、いやー、古墳が地主のあんまり少ないからね、あのびっくりしたんだけど、ここはよう来ありません、ね、もうご覧になったんですか、えご覧になったんですか、僕らちっちゃいとこ行っても遊んどったのそんなもん、こんなことちぼだもん、お前そんな、コウモリいっぱいだもん、コウモリ取りで遊んどったもん、こんなコウモリいっぱい出てたもん、なるほど、そんな時代だったんですね。これはちょっとわしらよう敷居またがんわ、これ敷居またがいまへんわ、広いし中も広いしこの庭も綺麗やし、ああ時代劇やけどあれですね、もうお城の門みたいになってますね、すごいねこれは。失礼します。なんか素晴らしい古墳があるって聞いてきたんですけどはあ、素晴らしいですねこれ。いやー、これすごいですね。いや、わしいろんな古墳見とるけど、こんな線路がこんなところこんな大きいしね。すごいですねこれ。失礼します。高。いやすごいこれ。すごいところ。これすごいところ、高さは。ちょっと気を切ってるから、すみません、ありがとうございます。いやー、すごいですね。石棺、ね、石棺なんです。元々あったみたいなんですけどね。石棺があったんです、元々。はい、元々はね。これはあそこのね、石舞台、ここにも知ってくるような大きさですね。石舞台、石舞台って言われますね。すこっちの方が古墳らしい。こっちの方がガッチリ。そうだ、何もないですからね。石がないからね。古墳やからね。これはすごいわ。今度27日にな。大概、今まで3000箇所ぐらい見たけど、すごい。あ、そうですか。あ、すごい。ありがとうございます。いえいえ。いやー。確かに持ってったらもうそういうようになんないんだけど。場所がちょっと変形だね。え？これはアスカの石舞台公園にも匹敵しますね。すごいですね。これは円墳なんですか？円墳です。円墳。素晴らしいですね。庭も。そこの空きれいきれいいっぱいある。すごいですねこれ。上に木いっぱい植わってますもん。木もずっとそのまま昔のままですか？まあ、ちょっとこっちから取らせてもらっていいですか。これはよりはすんまへん、助かります、ありがとうございます。どっからですか。大阪から来まして。え、大阪から。大阪、はい、ほんであのあそこ寄りましてね、古墳巡りしてあるみたいで、ごめんなさい、古墳のなんかあれ市役所だったかな、寄りまして、ほんで個人のお宅やからね、ちょっとちゃんと断りして、大きい入れたら見せてもらえるかもしれんけどいうことだったの。ほんで、ビビりなる来たんです。すみません、ありがとうございます。すみません。展示室もありますね。え、展示室、出土品展示室もある。ここから出たやつ展示室もあるんですか。へぇ、何もかも末期とか出てきてます。いろいろ出てきて、そんなも展示、それをまた別に展示場を作ってらっしゃるんですか。
へえ。ここらもう広いものいっぱい作れません。これ。もうこれでもあの国宝もんですねこれ。まあまああのわしらもいろんなとこ回ってきとるけどこうびっくりしました。ありがとうございます。個人で持ってはるとこ少ないんでね、大概もう市とか県にね、大概譲ってはるんでね。今言ったらこっちの方も普通の感じ、県の感じ。あの門がお城みたいになっとるからすごいですね。この封じだけでも。これ取らせるのでいいですか。はい。はい、すみません。南古墳、鍵閉め詰まってましたよ。開けましょうか。南古墳。中に入らせてもらう。あれ今ちらっと中見たんやけど、あの真っ暗であんまり見えなかったです。そうですよ。これ電気をつけてもらいます。電気がつくんですか。これあの古墳から出てきたものなんですか。はい、古墳から出てきて、でこのレンゲモの石棺からこの金の時間上がらせてもらっていいですか。ちょっとこれ1個あった1億として、すごいですねこれ。すいません、ありがとうございます。これはあのそれ向こうのやつ写真、はい、あの南古墳のさっき見てきはったところの、うん、中身、これ奥から見たらこんな綺麗にこんなが入ってんですね、はい、その石が。いや、でも中へ奥まで入れないからこれは見られないですよ。写真それ見るの。あ、これすごいですね。そんな綺麗に。それです。あの辻取る前こんな感じしてるやろ、うん、あの黒い線のとこまで土埋まってたから、平成7年に取ってもらってね、その時に、うん、その古墳のどの辺から出たような入ってきたんですかね。もっとたくさん出たんですけど、記録はないけどな。これはあのいわゆる渡来品なんですかこれ。いや、渡来品やなしにこっちで作ったやつ。え、何渡来、末木日本で焼いて。これ日本ですか。はい、はい、で破片でしたので、あの貸し貢献で修復してもらうと色違います。だから色がこんな色見たことないけどちょっとびっくりしてるんだけど。そうですか。はい、スライって大体こんな色ですけどな。いや、大概なんか茶色ですよ、ほとんど見てもらって。そうですか、ありがとうございます。大きなあの宮山古墳でしたかね、室の。あんな大きなところは以前回ってたんですけどね、うん、まあ、ものすごい古墳があるって聞いて、うん、で、回らしろってんですけど。そうです、はい、これもだいぶ古いんですかね、これ。うん、その、こんなんあるっちゅうことはだいぶ古いんで。こんなこんなもん時代劇に出てきるもん。時代劇に。ほんまやな。そういやこのいつあの見とこも見とっていつもこんな出てきるもん。こんな感じとかね。これ家紋ですね。これ家紋なんですか。うわ、ほんま一個ずつ入ってるんですよこれ。木工。家紋が入ってるんですよこれ。木工。いやー、もう税を尽くしてますねこれは。いやいや。築180年。もう国宝ですね、180年よりね。国宝もんでございます。250年ぐらいになるかな。主人とこはあれ300年ほどね。300年。主人の実家十和文化です。ここの旦那の実家。こっち二つ。はあ、見てもらおうか。ね、ありがとうございます。石棺から入ったんで、こんなの見たことないぞ。石棺を落とせない。いや、先導部分に置いてますのでね。僕が子供の時は入れてんけどなあ。土取る前までこう道となったからありませんね。それも入れやすくなった方がいい。これはすごいね、2個セット入ってるんだよ。